大学修学能力試験は大韓民国で実施されている大学共通の入学試験である。ムむ能とも大衆能ともいう。試験の実施、運営は韓国教育課程評会が行っている。試験日は入学前年11月の木曜日に設定され、1日で全ての試験を行う。追試験、再試験は実施されない。 国公私立を問わず4年生大学の大部分の志願者がこの試験を受けなければならない。この試験の結果次第で受験できる大学が、そして高校卒業後の人生が決まると言われている。言い換えれば、韓国の青少年における通過儀礼というようなものである。試験結果を悲観した高校生や浪人が自殺するといった事件も過去に起きている。高校のカリキュラムに沿った 学力試験となっており、大学教育に適した能力を受験者が有して、いるかを測定することを目的としている。試験問題は試験後に公表され、再利用されることはない。大学は、高校作成の総合生活記録府と呼ばれる内心書及び二次試験と合わせて総合評価するが、この大学修学能力試験が最大の比重を占める。比重は、大学、 学科、受験方式により異なる。問題は、教育家庭評価員が委託した、問題作成委員が作成する。試験問題の最終決定までの過程で、チェック委員会のチェックを何回か受ける。機密保持のため、1ヶ月ほどで作大から、検討、印刷、実施までの工程を網羅する。また試験終了後、教育家庭評価員は、 試験問題に対する異議申請を受けて審査した後、最終正解を発表する制度をとっている。試験場として、高校や中学校が使われ、大学は使われない。受験場所として受験者本人が在学している、高校以外の高校、または中学校が指定され、男女別の試験会場となる。ちなみに、就学能力試験の日は、寒いというジンクスがある。 しかし統計的には他の人さほど変わらないのが実情である。大学の自立性を伸長し高校教育の発行を改善するという目標のもとで、1991年に発表された新しい大学入試制度により、1994年度から導入されている。第1回の試験は年に2度実施したが、第2回となる1995年度から年に1度の試験となった。 その後、1997年度から国公立大学では国語、英語、数学中心の大学別の入学試験が廃止され、内申書に記載された成績、大学修学能力試験の成績、小論文、面接試験、実技などが合否選考の資料となった。2001年度には第二外国語領域が追加された。2005年度には、 第2外国語領域にアラビア語が追加された。その他携帯電話による大規模カンニング事件が発生し衝撃を与えた。2011年度には加熱する予備校等の市教育を抑制し、教育の格差是正、公平化を目的に問題の70%を韓国教育放送公社の教材に連携させる制度が導入される。2014年度には国語、 数学、英語に対して A 型と B 型のどちらかを選択するという制度が導入されるが、そのうち英語の区分に対しては受験者から不満の声が多く上がり来年からは廃止される。また、第2外国語領域に基礎ベトナム語が追加された。2017年度には国語の A 型と B 型の区分が廃止され、 数学の A 型と B 型の区分が、か型と長型に変更された。また、選択科目だった、社会探求領域の韓国史が必須領域で、独自の領域に分離され、第二外国語領域の基礎ベトナム語はベトナム語一に変更された。職業探求領域は5科目の中で1科目を選択することから10科目の中で2科目を選択することに変更された。 2004年、携帯電話を利用した大規模なカンニングが発覚し、関係した学生が処罰された。不正が発覚したのは南部の公衆公域市。試験で良い点を取りたい受験生たちがブローカーに1科目30万ウォンを支払う。ブローカーは謝礼で誘い、成績の優秀な受験生、約40人を集める。そして各自が、 受験会場に携帯電話を持ち込み問題を解く。その結果を携帯電話のメールで外部の中継者に送信する。中継者が40人の受験生からの回答を集計し、最も多かった回答を正解と見立て、依頼を受けていた受験生に結果をメールで打ち返す。そのメールを見て受験生たちは回答用紙に書き写す。集計作業には、 高校の後輩たちも加わっていたとされ、全体では90人以上が関与したという。試験会場で携帯電話は会場側に預けることになっていたが、チェックが甘かった。2005年からは試験会場内への携帯電話と MP3 プレイヤーなどのすべての電子機器の持ち込みは現金されているほか、シャープペンシルの持ち込みも禁じられている。また、 予備校の校長がコンピュータを使って受講生に回答を送信した事例。母親が最大1000万ウォンの報酬を条件に替え玉を依頼、親子で住民登録証と願書を偽造していた事例も存在する。試験日の約1ヶ月前から問題出題のために厳選された高校教師、大学教授などで構成され、約300人が それらを監視する国家情報院から来た警備員、レストランの従業員、医師などと一緒に人里離れた合宿所に収容される。出題場所であることを隠すために合宿所は内部工事中の建物に偽装する。国家情報院セキュリティの専門家がすべての通信手段とインターネットなどを押収、並びに切断し、警察が警戒を務める。そのため関係者以外が 合宿所の場所を知る方法は一切ない。この1ヶ月間、合宿所は外部と完全に隔離される。生ゴミ以外のゴミは試験日まではあるところに積んで受験後に運搬する。生ゴミはセキュリティ担当者が厳重に確認した後、廃棄処分される。韓国教育課程評価員は、出題委員を選抜する過程でも厳重なセキュリティ体制が敷かれる。 出題委員を専攻するときは、教育課程評価員の人力プールに登録した人々の中から選んで一方的に通知し、通知を受けた者は、キツトム部隊と警察が配布する身元陳述書を作成した後に入る。このとき、大学教授と高校教師の割合は、同様に調整する。また、過去6次教育課程までは、ほとんどの出題委員がソウル大学出身だったが、 これを意識してか、2005年のおさむからは、特定の学校出身者は50%以上、選抜することができないという規定ができた。1ヶ月間、問題だけを作成することはない。実際のところ、草案の問題は長くても5日から7日くらいで済むという。その後、1週間から1週間半ほどは、検討過程に入る。市販の参考書等をすべて購入し、 万が一出題する問題から参考書に出てきたことがある場合、その問題は削除する。また、カリキュラムを逸脱する内容が含まれているかどうか確認するために、教育課程の解説書を常に横に置いて問題文をチェックする。その他、否定的な問題がたくさん入ってはならない、スピードテストがなく、能力検査になるようにする必要がある。 教育価値のある内容を出題すべきだなどの細かい規制に基づいて問題を変更、廃棄、再作成する。そのため、草案の問題が最後まで残ることはあまりない。例えば、2005年の修学能力試験言語領域から出題されたことがある廃慮の問題は、本来は高等動物が窒息にかかる進化学的な理由と、それに対する対処法だった。 しかし、選択肢の文章が4000字を超えてしまったので、内容を削除して、配慮と進化に関する内容だけが出題された。さらには、科目別の難易度補正のために全科目の出題者が集まって何度か討議を行う。その討議まで完了するのは、試験日の約2週間前であり、試験問題が印刷に入る。印刷に入ると、当然印刷担当者も収容され、 英語のリスニングの声紋を記録する外国人声優まで収容される。収容者は最後の第二外国語の試験が始まる時間に釈放される。非常に多くの検討を重ねた問題でさえも試験後の異議申し立てが原因で問題作成者のヒューマンエラーが発覚することがある。この時問題作成者は重大な説明責任を負うことになる。 A4 用紙1枚にぎっしりと始末書を書くのだが、そこには、その質問を出題した意図と、質問内容を学術的に説明することができる、出典と論文先などを書かなければならない。むの出題委員に抜擢されることを恐れる、教授は、長年の監禁生活だけでなく、このようにヒューマンエラーが出た場合の責任と、重圧感に負担を感じて誇示する場合もある。報酬は、 非常によく、時給換算にすると、韓国では最高級のアルバイトに匹敵する。一流ホテルの料理が食事で提供され、日給は約30万ウォンほど。収容期間は1ヶ月まであるため、おさむろう試験問題の作成が無事完了すると、総支給額は約1000万ウォン近くになる。しかし、1ヶ月間外部と完全に断絶されたまま、 修学能力試験の問題を作成するのは、その給料以上に非常に辛く、多大なストレスと戦わなければならない。実際の出題と検討に参加した、ある教師は、ストレスを考慮すると、1ヶ月に千万ウォンではなく、1億ウォンは与えなければならないかという冗談をしたりする。2012年度の大学修学能力試験を控えて、 職業探求領域出題委員に収容された教師が収容中に心臓発作で死亡したという事例もある。こうして作られた修脳試験の試験問題は修脳試験当日の午前2時に各試験場に配送される。問題用紙の配送者も1日だけであるが合宿所に収容されることになる。以上のように 韓国の社会的地位を決定する最初のステップとして認知されている就学能力試験の問題が簡単に出てくることがないことを知ることができる。願書は卒業見込み生は在学中の学校に、卒業生は出身学校に、検定講師合格者は現住所管轄指導教育官が指定する場所に提出する。願書受付は本人が直接提出することを原則とし、 郵便では受付けない。特に願書受付時に自分が選択した領域と科目に関しては、受付証発行後は一切変更できない。また、検定料は受験の区分によって3種類に分けられており、3領域以下の受験では3万7千ウォン、4領域の受験では4万2千ウォン、5領域の受験では4万7千ウォンとなっている。選択した領域と科目が、 各大学が必要としているものと同じでなければならないため注意が必要である。また、願書につける写真は最近6ヶ月以内に領事が見える正面上半身を撮影したパスポート用企画写真でなければならない。受験生は進学を希望する大学によって各科目を選択して受験する。回答は全てマークシート方式で指定されたペンで塗りつぶして回答する。 数学領域は多機選択式問題と担当式問題がある。担当式問題はセンター試験の回答形式と異なり、回答はすべて3桁以内の自然数である。担当式問題の各問には3桁分のマーク欄があり、空白となるくらいには何も塗りつぶさない。例えば答えが25の場合、100の桁の数字は何も塗りつぶさず、10の桁は2を、 一の桁は5を塗りつぶす。また、不数、虚数、平方根など、自然数以外が回答とはならない。なお、2005年度までは担当式はなく、回を回答用紙に直接記述式であり、この採点は任命された大学教員が指定された方針に従って行われていた。英語領域では、リスニングテストが実施されている。以前は軍による、 監視のもと、問題を FM 放送を使って各試験会場に送信し、それぞれの校内放送で一斉に聞かせるという形式をとっていた。しかし、受信などでトラブルが発生したため、現在では問題が録音されている CD を校内放送を使って一斉に聞かせる形式に切り替わっている。音量や音質についてのトラブルで一部の会場で一時停止が行われる。 社会、理科、職業探求で数科目受験している場合、指定された順番通りに回答する。また、試験時間を機に回答用紙が回収される。問題は、全科目とも20から45問の独立した問題で成り立っている。日本のセンター試験のようにお問いのテーマに沿って、数問の問題が出される形式ではない。試験終了後1ヶ月ほどで本人に成績が、 通知される。また、大学は、全資料を CD で受け取り、個人特定 ID で検索して利用する。教育家庭評価員が提供する成績は、素点以外に、標準点数、100分位スタニーンと呼ばれる旧等級の成績の、計4種類の指標である。各大学は、成績の評価方法を事前に公表しているので、受験者は通知された点数をもとに、 最終的な進学希望大学、学部を決定する。なお、2008年は受験者に対して通知するのは、等級のみとし、点数は通知しない方針を取った。これに対して受験者から不満の声が多く上がり、主催側は、成績発表日を予定より早く繰り上げる措置を取って、対応した。2009年から、従来の方式に戻った。大学修学能力試験も偽評価は、 韓国教育家庭評価員が主管し、高校の在学生が受験する全国連合学力評価とは異なり、当該年度のオサムノー受験資格を持つすべての人を対象に実施した試験である。2001年度と2002年度のオサムノー試験の難易度調整の大失敗を経験した後、このような失敗の繰り返しを防止するように、2002年に初めて導入された。導入初期には、 9月に1回のみ実施したが、翌年の2004年度からの2回実施となった。この試験は、大学修学能力試験のような期間で実施される試験であるだけに、その年度の大学修学能力試験の難易度、問題の形態、運用方法などを予測することができるデータの役割も果たしている。出題範囲は、6月には、国語領域と英語領域は前の範囲であり、 残りの領域は大学修学能力試験の2、3程度である。9月には大学修学能力試験と同等の範囲で出題する。各領域ごとの試験問題数及び実施時間は大学修学能力試験と同じである。大学修学能力試験の予備実施は韓国教育家庭評価員が主管し再構成された。 おさむのを初めて見る高校2年生を対象に実施した試験である。試験方法と範囲は大学修学能力試験と同様に7時教育課程に変わった2003年と2009年の改正教育課程に変わった2012年に実施した。模擬評価と異なるのは一部の地域でのみ実際の試験と同じように経たのだ。 成績表のような場合、2003年には成績表示システムが変わって、この修学能力試験と同じように標準的なスコア、パーセンタイル、評価が記載、コースが変わった2012年には減点数が記載されている。大学修学能力試験の模擬評価と同様に、各領域ごとの試験問題数及び実施時間は、大学修学能力試験と同じである。 大学修学能力試験を受験するためには、次のいずれかの要件を満たさなければならない。大学修学能力試験を受験する受験者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、脳病変障害者等、障害のある受験生や、列挙されなくても、身体的、精神的に、一般受験生と一緒に受験することが困難な受験生は、 事前に障害があることを証明することができる資料を提出して特別管理対象者を申請し特別管理対象者の資格で別々に大学修学能力試験を受けることができるすべての特別管理対象者はそれぞれの市同教育庁別に1カ所以上の別の会場で大学修学能力試験を受験するまたすべての問題の種類は奇数型試験紙が配られる 試験問題と成績は特別管理対象者同士で処理せず一般的な受験生のように採点と評価算定が行われる特別管理対象者が受験する上で一定のサービスを提供するためにタイプ別に次のような規定を置いている視覚障害受験生視覚障害者と低視力者に分けて試験を管理をする脳病変障害受験生種、首 目の運動障害が激しく、回答用紙の正常作成が不可能で、総合病院の専門医の診断に基づき、総合病院長が脳病変と判定したもの。聴覚障害受験生量時の聴力損失が、それぞれ60デシベル以上、または1耳の聴力損失が80デシベル以上、他耳の聴力損失が40デシベル以上などの聴力損失が多く、 特殊教育を必要とするもの。ただし、次のように聴力の損失の程度に応じて紙ベースのテスト対象者と補聴器使用者に区分する。ここで列挙されていない特別管理対象者は、別々の試験場、試験室と奇数型、試験宿原以外に一般受験生と同じように試験を受けている。韓国でも試験の数週間前から合格祈願グッズが登場する。 死亡校にくっつくという意味合いを込めて、飴や餅が多く販売されている。保護者の中には試験当日に会場の門や壁に水飴をくっつける者も,もいる。また、寺院へ受験票を持参し、合格祈願する保護者の姿もよく見られる。逆に、試験に滑ることから、わかめスープは食べないという俗説もある。試験当日には、早朝から各学校の後輩たちが、 コーヒーやパンなどの朝食を準備し、高校名が書かれたプラカードを掲げて、試験会場に入る先輩に高得点を祈願して、応援する光景が見受けられる。また後輩だけでなく、予備校のスタッフも、総出で、学生たちを応援する。試験終了後には、様々な企業が試験を終えた、受験生のために、多彩な無料イベントを開催している。ありがとうございます。